リカルド・パレッティはイタリア出身のレーシングドライバー。F1 ドライバーとしては珍しいメガネ着用者だった。F1 以前には1979年にイタリア F3、1980年前半にはヨーロッパ F3 に参戦。シーズン途中よりヨーロッパ F2 に参戦し、翌1981年もヨーロッパ F2 で走った。1982年に おぜ、だから F1 に参戦を開始。パイオニアのスポンサーを持ち込んでのものだったが、競争力の低いマシンということもあり、開幕戦から予選落ちと予備予選落ちが続いた。第4戦3割の GP は F1 回における政治的な紛争から、フォーチャ系チームの大半がボイコットしたため、14台のみの参加で GP が行われた。予選落ちの存在しない。 このレースで予選11位となり F1 デビューを果たした。決勝では競技側のミスでまだグリッドにつく前にスタートを切られてしまい、またトラブルで序盤にリタイアした。その後第7戦でトロイト GP では予選23位となり自力で予選を通過するが決勝前のウォームアップランでマシンを壊したジャンピエール・ジャリエにマシンを譲りレーズに出走することができなかった。 続く第8戦カナダ GPE においても、前線同様予選を23位で通過。3度目の決勝進出であったが、通常の形でスタートを経験するのはこのレースが、初となった。しかし、ポールポジションを獲得した、フェラーリのディディエ・ピローニが、スタート時にエンジンをストールさせ、立ち往生した。周囲のマシンは手を挙げて合図する、ピローニのマシンを避けて通過していったが、 後方のグリッドから加速中のパレッティは視界を前者に遮られており、ピローニのマシンに気づくのが遅れた。パレッティのマシンは停車していたピローニのマシンに高速で追突してしまった。パレッティのマシンは全部が押し潰される形となり、両足は折れ、胸をステアリングで圧迫されていた。その上救助作業の最中にマシンが炎上し、 消化作業で救出に時間を要する結果となった。その後病院に運ばれたが、胸郭破裂で死亡が確認された。23歳。ピローニ社への追突の衝撃で、ほぼ即死状態だったと言われ、その後にマシンが炎上したもののパレッティの体に火傷は、ほとんどなかったという説もある。事故の原因になってしまったピローニは、激しく追突されたものの、ほとんど無傷だった。 この事故以来、F1 では11シーズンにわたり、レースウィーク中の死亡事故が起きることはなかったため、長らく最後の自己死者として名前が挙がっていた。ありがとうございます。